ほぼごじさん、ほぼごじさん、ほぼごじさん、ほぼごじさん。毎週ほぼ5時にお届けするほぼ5時ソング、キスナーの皆さん、藤原美咲さん、こんにちは、スーパービバです。こんにちは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムのジャルです。よろしくお願いしま す。今週は明日2月3日にリリースとなります我々の新しいアルバム I Love You の中から1曲をですね、毎日ほぼ5時にオンエアしていただくんでございますけども、はい、昨日もお邪魔しましたね、はい、昨日はですね、ハマってるもの、惚れてるもの、続行してるものということで、上杉さんが、はい、キシクリーン、キシクリーン、はい、ありがとうございます。皆さん大好きオキシクリーンを出していただきました。はい、質問がまた来てます、はいはい。本日はですね、なんと124年ぶりに2月2日が節分。はい、なんということだ。ね、すごいね。すごいね。ということで、はい、でも本日はですね、2月3日ツインテールの日。ツインテール。はい。ということで、皆さんの好きな異性の髪型を教えてください。なるほどね。ですけども、はい。お、柳沢さんは、はい、以前までスキンヘッド、うん、の女性がね、いや、まあ、似合う方はすごい素敵ですけどね、うん、長かった、ロングヘアだった、いい、じゃあロングヘアだった人が思い切ってショートカットにした時、はい、ものすごくときめきます。あ、ギャップ的なね、うわーって思う、いつも野球部みたいな、だから坊主じゃないショートカットね、あれなんかすごいときめくんですよ、ね、ギャップに、ギャップにグッとくる、はい、上杉さんちなみに、いやもうね、俺どっちかというとツヤとかの方も結構、あ、髪型ではなくて、髪型っていうか、なんかその男性でツヤまで気にする人もいると思うんですけど、なんかツヤを気にするって女性らしいじゃないですか、はいはいはい、だからそういうなんかこういう部分に、あの、女性らしさを感じたりとかして、はいはい、そういうところいいなって思っちゃいますね。いいですね。これ藤原さんはちなみに、私ですか、うん、選べないよ、どんな髪型でも、女性だったらいいの、女性だったらいい、そんな雑なわけないだろう。どんな髪型でもいいじゃないか。ダメ、具体的に聞かれてるんだからそういうこと最後に言うの俺なんだから最初に振っちゃダメだ。具体的にどんな髪型だ、強いてあげるな。じゃあですね、うん、ショートカットは意外に好きです。ショートカット好き、何が意外なの、何が意外、全然わからないですけど、いや、そうとは思ってない。ショートカットって、うん、すごく短いってことだよ。あ、ベリーショート、ベリーショートね、好きです。ああ、いいですね。なるほどね。私はですね、はい、自分がこういう髪型したいなと思って、女性みんな素敵だと思います。よろしくお願いします。わかるだろ、俺最後こういうこと言いたいから言っちゃダメだ、藤原さん。強いて選ぶなら、強いて選ぶなら、強いて選ぶなら、長いのがいい、長いロングの人が好き、ロングの髪の人が好きです、はい、女性的な人が好きです。渋谷です、よろしくお願いしますということでですね、明日3回リリースとなります新しいアルバム I Love You からパラドックスを聴いてください。以上、スーパービーバーでした。また明日、バイバイ、バイバイ。